According to Wikipedia, it writes about Isleworth's Mona Lisa as follows. Shortly before World War I, English art collector Hugh Blaker discovered the painting in the home of a Somerset nobleman in whose family it had been there for nearly 100 years. This discovery led to the conjecture that Leonardo painted two portraits of Lisa del Gioconde, the famous one in the Louvre, and the one discovered by Blake, who bought the painting and took it to his studio in Isleworth, London, from which it takes its name. 第一次大戦の少し前ヒュー・ブレイカーというアートコレクターがサマーセットの貴族の家からその家に伝わる一枚の絵画を見つけたこの発見によりレオナルドが二枚のモナリザを描いていたという推測へとつながったつまりルーブル美術館にあるモナリザとそれにブレイカーが発見したモナリザである ブレイカーはその絵を買い取りロンドンのアイルワースのスタジオにそれを持ち帰ったそのためその絵はアイルワースのモナリザと呼ばれるようになった広志林ハーママシティジャパン。今皆さんにご覧いただいているのは上が アイルワースのモナリザの背景に描かれている奇妙な風景です。下が NASA のマーズ・キョリオスティ・ローバーが実際に火星で撮って地球へ送ってきた写真です。比較してみてください。大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。えつまり上の絵はですね、これは絵ではなくて写真を焼き込んだものであると私、林博史は判断しています。 まあこの辺りに谷もあり山もありという風景が上に描かれていますそんな点に注意して検証してみてください、えー、目をやや細めてみますとですねこれがただ単なる絵ではなくて写真のように精緻に描かれていることに皆さんもお気づきになると思いますでこの絵は どのようにして描かれたのか、それを私なりに簡単に実験してみます。これはアイロワースのモナリザの背景に描かれている風景ですね。その上の部分を取り出して、そして火星の実際の写真を下に貼り付けてみます。下の半分下は、ですね、これは火星の実際の写真です。 でややぼかしを入れますこうしますとアイルワースのモナリザの背景に描かれている奇妙なますか風景に似てくると思います。もちろん全く同じ場所を探し出すことは不可能と思われます。ともかくも下が今合成で作った写真です。上半分がアイルワースののモナリザの 風景から撮ってきた写真とということになりますで上がですね、アイル・ワースのモナリザの、まあ、絵の中に描かれている風景です。色を落としてみるとですね、大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。つまり、このようにして、アイル・ワースのモナリザの背景は、まあ、作られたということになります。 そしてそのアイル・ワースのモナ・リザの背景にはですね火星の木と思われるものが描き込まれていました最近の、まあ、調査によればですねどうやら火星にも地球上の木に似た植物が生息していることが分かってきましたこれがその証拠写真ということになります現在アリゾナ大学がこの写真を保管しています ここに描かれているものは何かということですけれども相当高い地球上の針葉樹に似た木と言われています。これが火星で発見された植物と思われる木です。それと同じものがですね、このアイルワースのモナリザの 向かって左側に描き込まれていましただいたいこんなところにこんなものがあること自体がおかしなことということになりますこの奇妙な物体がですねアイルワースのモナリザの絵を台無しにしているとも考えられますこの部分ですねこの部分に奇妙なものが描かれているということですね左右を比較してみてください左は私が消したものです つまりこのようなものが描かれていること自体がおかしいイコールそれほどまでに重要なものであったからこそレオナルド・ダ・ヴィンチはこの物体をアイル・バースのモナリザの背景に描いたということになります。明度を上げてみますとボコボコとした感じとともに美しい緑が現れてきます。そうです。これは樹木、木ということになります。で こここのの木木はどこの木かとということになります。それを皆さんにこれからご覧いただきます。注意深くご覧ください。アイル・ワースのモナリザに描かれていた木と思われる物体です。右はローバーですよね。マーズ・キュリオスティ・ローバーです。それがこのような写真を届けてきました。まあ、これはあの上空を飛行中に 取られた写真ということになります。そしてその中には、このようなものが写り込んでいました。先ほども言いましたように、相当高い木のように思われます。右が、実際に火星上空から取られた火星表面上の樹木と思われる物体です。まあ、木と断定してほぼ間違いないと思います。 詳しくはこの続く動画の中で説明しますが、ともかくもこのような物体が映り込んでいたということですね。で、その中の一部を、一部とですね、左の、まあ、アイルバースのモナリザの中に描かれている奇妙な物体と比較してみます。もちろん、まあ、植物ということになりますから、全く同じものを探すことはできないと思います。それにに季節によって、まあ、葉って葉ぱの 部分が生、ね、い茂り方が違うのは当然かと思われますがその部分を除いてといいますか勘案してもです、ね、この両者は酷似しているというレベルを超えて同じです。言い換えますと左のような植物あるいは右のような植物は少なくともこの地上にはないのではないでしょうかつまり1500年後のイエスの 操り人形芸術家を通して1500年後のイエスはこのような、まあ、写真ですよね写真をアイル・ワースの絵の背景に焼き込んだということになりますここが重要ですから皆さん自身の目で左と右を比較してみてください左は一応絵ということになっています右は間違いもなく写真です火星上に生えていると思われる 樹木、つまり木です。つまりこれら両者は私林宏は同じと判断しました続いてながらこんな奇妙なものも発見しましたので一応報告しておきますこのアイル・ワースの背景はですね一般には山と考えられていますこれがこれは山ではありません 下へ掘り込んだ崖です。光の方向からそれがわかります。下半分が山に見えるから、山というふうに一般には理解されていますが。が私、林宗はこれは崖と判断しました。で、この部分に奇妙なものが、まあ、描かれているということですね。何やら崖の途中に、まあ、窓のようなものが描かれているということですが。が確認はできません。ともかくも、 まあこ,れこれはですね、私は絵というよりも、写真から起こした絵というふうに理解しています。部分的に絵のように、まあ、改変されているように思いますが、しかし、写真のように精緻な部分もあります。まあ、こうした物体が描かれているということですね。で、これは何かということですけども、この下半分は崖ということになるんですよ。山ではありません。先ほども言いましたように、光は、 右上の方から斜め左下の方に当たっています。ですからこれは崖と判断しました。で、この部分を明るくしてみますとですね、やはり奇妙な左の方ですけども、ものが描かれているように思います。さらに、この部分ですね、上半分はどうやら絵のようにも見えますが、下半分はですね、極めて精緻に描いてあるのが分かります。明度を上げてみると、それがよく分かります。 赤いいい大地がこここに、まあ、描かれているということうで、すねで。これは私は絵ではなくて一部写真であると判断しました。そして色も火星の色と一致します。これはマ、えーズ・ま、スピリチュアル・キュアレスティ・ローバーがですね火星から送ってきたオリジナルの写真です。右はアイル・ワースのモナリザーに描かれている。 オリジナルの色です。比較してみてください。色に色には手を加えていません。よく似ているというより、私、林博士は同じと判断しました。いかがでしょうか。続く動画をどうかご覧になってください。いつか君たち人間は、この事実に気が付くだろう。その時、君たち人間は、 私の正体を知るだろうと同時に君たち人間は君たちがどこから来たかを知るだろう。Bye for now. Some day you will reveal this fact. Some day you will find this fact. Some day you will know this fact. Then you will know what I was. Then you will know where humans come from. Then you will know what you are. You humans. いつの日か君たちはこの事実を暴くだろう。いつの日か君たちはこの事実を見つけるだろう。 いつの日か君たちはこの事実を知るだろう。その時君たち人間は私が何であったかを知るだろう。その時君たち人間は自分がどこから来たかを知るだろう。その時君たち人間は自分が何であるかを知るだろう。君たち人間よ。君たちは 神々の息子であり娘なんだよ。これが1500年後のイエスからのメッセージということになります。広志林ハーママシティジャパン左上の写真が NASA が火星で 撮ってきた写真です。右下は、アイル・ワースのモナリザの絵の中に描かれていた奇妙な物体です。この両者は、全く同じものです。えつまり、アイル・ワースのモナリザの背景には、火星の奇妙な物体が描かれていたということになります。では、この物体は何かということですね。 明度を挙げてみますと、アイル・ワースのモナリザの絵の中に描かれている物体は、美しい緑色に変身します。つまり、これは火星に生えている樹木ということになります。そして、アイル・ワースのモナリザの絵の背景に描かれているのは、その火星に生える樹木ということになります。 この両者を皆ささん、注意くく比較してみてみださい。もちろん植物ですから全く同じものというわけではありませんけども違いを見つけることができないという点でアイル・ワースのモナイザーの中に書かれていたこの奇妙な物体は火星に生えている樹木ということになります。つまり、このような形で 1500年後のイエスはルネサンスに私たちにメッセージを残しました。いつか君たち人間はこの事実を知るだろう。その時君たち人間は自分が何であるかを知るだろう。君たち人間よ。君たちは神々の息子であり。 娘なんだよとまあこのように比較してみるとですねこのアイルバースのモネージャーの中に仕込まれた1500年後のイエスのメッセージを読み取ることができます。 The term OOPOT or Autoplace Artifact is rarely used by historians or scientists. You know the reason why. Why isn't the term used by historians and scientists? the term is used to discover a wide variety of objects from anomalies studied by mainstream science and pseudoscience far outside the mainstream to objects that have been shown to be hoaxes or to have mundane explanations then how about this fact i show you here in this video オーパーツという言葉は歴史家や科学者の間では使われていません。なぜ歴史家や科学者は使わないか、その理由は皆さんご存知の通りです。オーパーツという言葉は科学の世界では邪道と言われるものを表現するために用いられているからです。あるいはエッセイ科学の代名詞としてアカデミックソサイエティの外にある インチキ考古学の代名詞として用いられているからですではこの動画の中でお見せする事実はどうなのでしょうか広志林浜ジャパン。まず皆さんにご覧いただくのが1枚の銅鏡ですこの銅鏡は大阪の長持山古墳から 明治時代に出ししたものですそして同じく明治時代にアメリカに流出しました。現在この道橋はマサチューセッツ州のバーサミュージアム・ファイン・アーツに所蔵されています。この道橋には北極海の地図が正確に浮き彫りで彫刻されています。海岸線のみならず、 シベリア大陸の方には川あるいは湿地帯まで正確に彫刻されています。一つ注意していただきたいのは、この道橋の中で特に色の濃い部分は海氷もしくは氷、雪と考えられます。それを除きますと、このように北極,北極海の地図と完璧に一致します。のみならず、 この道橋の上の地図はですね、真上から見たときに、まあ、地球の写真と一致するということです。えつまり特殊な方法で上から焼き込んであるということになります。時代は卑弥呼の時代です。まさにあってはならない大パーツということになります。もうこの 事実を発見して、私、林郎氏が発見して、すでに3人以上になろうとしています。次にご覧いただきますのは、法隆寺の隣にあります、中宮寺にある弥勒菩薩繁華詩像です。中中宮宮寺寺です。この中宮寺には、 魅力菩薩、ハンカシー像が安置されています。左がガンダーラ仏です。この両者はプロポーションが全く同じです。そして2つを重ね合わせてみますと細部に至るまで同じです。ただし鼻の長さと太さだけが違います。団子の形も少し違います。しかし首の下にはシワがあります。そのシワまで一致しています。そこに注意してください。 この事実も私が発見してすでに3年半あるいは4年近くになります特に上まぶたのラインに注意してくださいこの事実をどう考えたらよいかということですね左はストイッコです右はクスノキオの寄ギに彫刻されたものですこの丸いところのシワに注意してくださいこんなところまで一致していますこの事実を皆さんは どのようににお考えになりますかただ単なる偶然あるいはオーパーツとして片づけてしまいますか <music> そして皆さんに見ていただきたいのはレオナルド・ダ・ヴィンチという画家が描いたことになっているアイルワースの「モナ・リザ」です。その アイル・ワースのモナ・リザの背景には火星の大地が正確に描かれていました。これは NASA が公表した火星表面で撮られた奇妙な物体の写真です。一般には針葉樹に似た木だと言われています。高さわかりませんが相当高い木と思われます。その木がアイル・ワースのモナ・リザの絵の向かって左側に描かれていました。 この部分です。この部分に注意してください。一見すると何かわけのわからない、つまり得体の知れない物体に見えますが、これはこの白い線のところで、上下が線対称になっています。明度を上げますと、美しい緑が浮かんできます。そうです。これは植物です。その植物が、下の大地、多分水か何かがあったのでしょう。反射して映っています。 これは NASA が公表し、現在アリゾナ大学が保管している写真です。マーズ、Curiosity l o が撮ってきた写真と思われます。その中にこのような樹木と判断して良いものが映り込んでいました。この樹木と判断して良いものにご注意ください。それと同じものがアイル・ワースのモナリザの絵の中に描かれていました。それを、 今日、皆さんに丁寧に見ていただきたいと思い思います。比較してみてください。左は絵のように見えますが、これは写真です。右は絵ということになっています。これは写真です。そこを誤解しないでくださいね。この写真の出典は、ここに示しておきますから、皆さん自身で確認できると思います。注意深くご覧ください。n a NASA NASA と書いてあります。す。出所はですそして、現在アリゾナ大学に所蔵されています。もう一度、このラインを見てください。つまり、上半分が下に反射して写っているということになります。ですから、上半分の輪郭はしっかりとしていて、下半分の輪郭はぼんやりとしています。これが事実です。そして、NASA が撮ってきた写真と比較してみます。 皆さん自身の目で確認してください。えつまりこのような形で、えー、1500年後のイエスはですね、ルネッサンスという時代にレオナルド・ダ・ヴィンチという操り画家を通して私たちにメッセージを残したということになります。いつか君たち人間はこの事実を知る時が来るだろう。その時人間は 君たち人間は私の正体を知ることになるだろうと林博史はそのように解釈しています。もう一、皆さんが撮ってきた写真と、そしてアイル・ワースのモナイザーの中に描き込まれている木の絵と比べてみてください。注意深く見てください。まさに大パーツということになります。 ままさににパーとということになります。左は写真のままで手を加えてありません。ただ、明度は少し上げてありますが、それ以外は手を加えていません。そして、右の方もやや明度を上げていますけども、それ以上の手は加えてありません。皆さん自身の目で確認して、比較して、判断してください。ここが重要です。ここが重要です。 これを皆さんはエ生科学、インチキ科学として片付けてしまいますかまた片付けてしまってよいのでしょうか。左は NASA が撮ってきた写真です。右はアイルワースのモナリザの背景に描かれた奇妙な物体です。すんぶがわず同じです。この事実を皆さんはどのように判断なさいますか 左の絵が描かれたのは今から500年前のルネッサンスの時代ということになります。繰り返します。このような形で1500年後のイエスはルネッサンスの時代に私たち未来の人間にメッセージを残したということになります。いつか君たち人間はこの事実に気がつく時が来るだろう。その時、君たち人間は私の正体を 知ることになるだろうと。そういうことです。まさに、オーパーツ中のオーパーツということになるのではないでしょうか。もう一度、NASA の写真を確認してください。University of Arizona と書いてありますね。そして、ホームページもしっかりと紹介してあります。私を疑う人は、 このホームページにアクセスして、直接この写真を見られたら良いかと思います。これは火星で撮られた写真です。まあ、これが植物であるというためには、まだいくつかのハードルを越えなければなりません。けれども、これは誰が見ても植物ということになります。以上、三つのオーパーツ、林博が発見したオーパーツを紹介しました。 Bye for now. Checkmate is a game position in chess in which a player's king is threatened with capture and there is no way to remove the threat. Checkmating the opponent wins a game. So do I Hiroshiyashi Hamama City Japan Checkmate Aliens Checkmate Oto 逃げ場をを封じ込め王が捕らえらえれることを言いますつまり相手をチェックメイトした方が勝負に勝ったことになります。で、林博もその勝負に勝ちました。エイリアン王手広し林浜マシティジャパン火星で植物らしきものが 次々と発見されています今ご覧いただいている画像もその中の一つということになりますまず皆さんにリオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたと言われているアイル・ワースのモナ・リザを見ていただきます。このののアイル・ワースのモナリザの背景には 火星が描かれています。火星の表面です。一見すると山のように見えますが、これは山ではありません。赤い部分を注意してご覧ください。ここに岩らしきものがありますが、影は左の方にできています。つまり光は右上上方から来ていることになります。一方、この山の表面を見てください。 光は左上上方から来ているように見えますえ。つまり矛盾します。つまりこれは山ではありません。崖です。下の方へ伸びた崖です。ここが重要ですからしっかりと確認してください。この崖の部分を見ますと、ここに影ができています。 そして、ここに影のラインができています。つまり、光は右上上方から来ていることになります。これで光の方向が一致しました。つまり、ここに描かれているのは山ではなくて、山ではなくて崖だということになります。ここが今日の第一のポイントです。そして、この崖と、それから火星表面で撮られました写真と比較してください。大変よく似ていることがわかります。 火星ににはこのような崖が至る所にありますアイルワースの背景が火星ということになればモナ・リザの背景もこれまた別の惑星の背景ということになるのかもしれません実際モナ・リザの絵の背景はどこか地球離れしているのがわかりますがここは今日の ポイントではありません今日のポイントはアイルワースのモナ・レザの背景には火星が描かれているという点です。これからそれをじっくりと説明しますので皆さん自身で確認してください。こここの黄色いい部分にに注意してくださいここに 何か岩のようなものが描かれているのがわかります。色を落としてみると、それがよくわかります。岩がいくつか重なっているのがわかります。そして、その周囲には小さな岩が転がっているのがわかります。これは絵なのでしょうかそれとも写真なのでしょうかこの辺りには谷のようなもの,ものも描かれています。そして、中央には大きな影ができています。 私はこれを岩と判断しました。注意深くご覧ください。これは絵なのでしょう絵なのでしょうかそれとも写真なのでしょうか一見すると絵のように見えますが、実際には写真のように精緻に描かれているのがわかります。黒い影ができています。光は先ほども言いましたように、右上情報から来ています。下が実際のの火星の 表面を撮った写真ですすす比べてみてててみくださいい岩岩ががゴゴロゴロしていますそしままそ大きな岩があります少し目を細めていただきますと写真であることがよくわかります。つまりこの絵を描いた人は、まあ、一応レオナルド・ダ・ヴィンチということになっていますが1500年後のイエスはこのようにしてアイル・ワースのモナリザの背景に火星の表面を 描き込みました。中央にそれが見えます。中央にそれが見えます。下は。実際の火星の。写真です。比べて。みてください。大変。その様子が。よく似ているのがわかります。白黒に。白黒にしていますと。その雰囲気が。よくわかります。つまり。 繰り返しになりますが1500年後のイエスはこのような形でアイル・ワースのモナ・リザの背景に火星を描き込みましたここには谷のようなものも描かれています一見雑なようですけども極めて精緻に描かれているのはわかります絵の具の ひび割れ部分を少ししし薄くしてみました皆さん自身で確認してください。これは絵ではなく、写真であると私、林博は判断しました。つまり、写真をそのままこういう形で絵の中に写し込んだということになります。なぜこんなことをしたか。いつか私のような人間がですね、こ,れそれをその,この事実を発見して、そして、 まあ、1500年後のイエスをですね、再確認するためではなかったかと、私、林博士は判断しています。つまり、1500年後のイエスの私たちに対するメッセージであるということになります。が、これだけではまだ皆さんは満足なさいませんね。で、私も同じようにその絵を描いてみました。キャンバスの上に実際の写真を置き、ややぼかしを入れて、そして、 薄くします。こうすれば同じような絵が描けるということになります。技術的には大変稚拙ですけれども手法は同じかと思います。上がアイルワースのモナリザの中に描かれた岩山です。下が実際の火星の表面の岩の様子です。注意深くご覧ください。そして色を落としてみますと。 まあ同じようであるとしか言いようがありませんね。全く同じ場所を探すことは、これは不可能かと思われます。上が絵です。絵と言われています。下が写真です。アイルワースのモナリザの背景に描かれている赤い大地は、夕日を受けて赤くなっているのではないかとも考えられます。しかし、 夕日で赤くなるのは海とか湖とかその光を反射するところだけです。大地は黒くなります。自然観察をしてみるとそれがよくわかります。もちろんこの地球にも崖はいくらでもあります。1500年後のイエスはそうした崖の一つを描いたとも考えられます。そこでこの 絵に描かれている崖とよく似た崖の写真を集めてみました。確かによく似ています。しかし似て、非なるという感じですね。似ているけどもどこか様子が違います。例えばこの崖を見ていただくとわかりますように、アイルワースのモナリザーの中に描かれている崖は内側に鋭角に曲がっています。私が探したところ、 このような崖はこの地球には見当たりませんでした。で、本題です。もう一度アイル・ワースのモナ・リザの絵を見てください。そしてその背景に描かれている風景の影の方向に注意してください。光は右上上方から来ています。で、左のこの物体は何かということですけども、 ここで私は前回、下半分は影だと言いましたけども、やはりこれは影ではありません。上下、正確に線対称になっています。この白い部分で上と下が線対称になっているということですね。光は右上上方から来ていますから、もしこれが影であるならば、影は左下へと伸びているはずです。そして色温度を上げていますと、美しい緑が見えてきます。 これは何なのでしょうか実は最近次々と分かってきたことなのですけどもどうやら火星にも植物があるらしいということが分かってきました一説によればサボテンに似た植物もあるらしいということが分かってきましたそしてこの写真に注意してください これは NASA が公開した写真です。アリゾナ大学が保管しています。この写真に注意してください。まあ一説によると針葉樹のような木のようなものが生えているということになります。かなり背の高い木,、まあ、木のようなものということになります。もちろんまだ確認されているわけではありませんけども植物と考えられます。まあ一風変わった植物ということになります。 これが火星上で発見された植物らしい木ということになります。で、これと同じものがアイルワースの絵の中に描き込まれていました。注意深くご覧ください。この中央の部分です。この中央の部分を皆さん自身で比較してみてください。順に比較していきます。まあ、植物といってもですね、おそらく いろいろな種類の植物があるものと思われます。しかし、まあこの部分だけを見てもよく似ているというレベルを超えて同じと私、林博士は判断しました。つまり、アイルワースのモナリザの中に、モナリザの中に描かれているこの奇妙な物体は火星に生える植物ということになります。つまり、針葉樹に似た木ということになります。 この写真の出所はここに皆さん、皆さんにお見せしておきます。現在はアリゾナ大学のエデュケーション、教育学部に、えー、所属しているそうです。NASA から出ています。間違いのない写真です。つまり、アイルワースのモナリザの中には、すでに500年前にそれが描かれていたということになります。 で、結論ということになります。アイルワースのモナリザの中に描かれている奇妙な物体です。この物体は上下、線対称になっています。そんなところから私はやはり、この下半分は上半分が水面に映った反射であると考えています。そうした絵や写真は公開されています。比較してみるとそれがよくわかります。ですから、下半分がぼんやりとしています。火星とはいえ、 水もしくはそれに似た液体がこのあたりにはあると考えられます。その液体に上半分の植物が、火星の植物が反射していると私、林博士は判断しました。つまり、このような絵をですね、写真の形で、えー、描き込むことによって、1500年後のイエスは私たちにメッセージを残したということになります。つまり、 いつか君たち人間はこの絵の中に仕組まれた謎を解くことができるだろう。その時君たち人間は1500年後の私、つまりこの私が誰であるかを知ることになるだろう。その日のためにこの絵の中に私は私のメッセージを 残しておくことにする。Jesus Christ after fifteen hundred years.